アルハンはアラビア半島の詩人。本名はチューメディア・ビント・アムル。アラビア語文芸において初期の重要な女性詩人である。ハンサーはイスラーム以前のジャーヒリア時代にアラビア半島北部のムダル族に生まれた。砂漠で暮らすベドウィンは周囲の変化によって自らも価値観の変化を求められるようになり多くの詩人が生まれた時代でもあった。ハンサーは父、母。 兄弟共に詩人の家庭に育ち、恋人や娘も詩人だった。美しく花に特徴があり、あだ名としてわし花の女と呼ばれたハリール・ジブラーンによるハンサーの肖像画。ジブラーンのエッセイ集、脅威と奇憚に収録されたスケッチ。アラビア語詞において、ハンサーは皮膚を完成したとされている。ハンサーは女女上詩人として活動を始めたが、諸部族は互いに、 紛争や略奪を行っており、ムワーウィアとサフルという二人の兄を失う。彼女は兄の死を嘆くとともに、復讐を誓う死を読むようになる。こうして、ハンサーはヒカによって、名を馳せ、アブータンマームが編纂した、武勇集にも作品が収録された。ベドウィンは、戦いの一環として死による、誹謗の応酬も繰り広げた。平時にも、死の対決あり、 諸部族が交易で集まる市場が対決の舞台になった。メッカ郊外にある、ブカーズの市場は有名であり、ハンサーも、死の対決に参加し、勝利している。やがてイスラームによって、ジャーヒリーヤ時代の風習が消えると、女性が、社会の前面に出る機会が減り、女性による文芸の記録も減っていった。イスラーム学者のグスタフ・イーフォン・グルーネバウムは、 西欧で初めて論じられたアラブ詩人の一人がハンサーであると語った。死に対するハンサーの作風は現代パレスチナのジャユースイヤファドワトカーンにも通じるものがあるとも言われる。ありがとうございます。